私はパニコ、27歳。今の会社に入社して5年目。彼氏もおらず、仕事一筋。正直、恋愛なんて興味がありませんでした。そんな私の会社には、一人厄介な人がいるんです。それは同僚のミキ。ミキは私と同じ年ですが、入社当初は違う部署にいました。でも人事異動でミキがうちの部署に移動してきたからというもの、私には地獄のような日々が待っていたのです。はじめは、ちょっとした嫌味を言われることから始まりました。ねえパニコ、あんたって本当男っ気ないよね。もしかして一生お一人様なんじゃないの？ミキ、あのさ、今忙しいの、後にしてくんない？ほら、そうやってすぐ仕事仕事、そんなんだからモテないんだよ。ま、一生そうやって独身生活続けてなよ。ミキは仕事中でもこうやってニタニタ薄笑いを浮かべながら私をディスってくるんです。余計なお世話よ。最初はあまり相手にしないようにしてスルーしようと思っていました。だけどミキの言葉は次第にエスカレート、内容もどんどんひどいものになっていきました。あれ、なんか今日臭くない？くんくん、あー、さしい、パニコがいるからだ。え、ちょ、ひどい。あー、くちゃいくちゃい。パニコ、ちゃんとお風呂入ってる？洗濯してる？臭いのは体かな？それとも服かな？あー、お口かな？な、こんな子供じみた嫌がらせは日常茶飯事。時には私のデスクから資料を勝手に持ち出してシュレッダーにかけたり、他の同僚にありもしない噂を流したり、本当にありえない嫌がらせをしてくるようになったんです。さすがにスルーできないようなこともされるようになると私も黙っていられなくなりました。だから本人に直接聞いてみることにしたのです。ねえミキ、どうして毎日私に突っかかってくるの？私ミキに何かした？ちょっと気安くミキだなんて呼ばないでくれる？ミキ様って呼んだら返事してあげてもいいわよ。かわいそうなパニコ。真面目に答えて。真に受けちゃってつまんない反応しないでよ。ちょっと、私も限界なの。どうして私にそうやって？ったくキャンキャンうるさいわね。そんなに知りたいんなら教えてあげる。あんた特別目立つわけでもないし、見た目はゲのゲのくせに私よりも仕事ができてムカつくのよね。私さ、醜いやつ見てると腹が立つの。何それ、そんな理由で？ムカつく、このブース。醜いブスの分際で美人の私よりも目立ってんじゃないわよ。いい？ブスはその辺でちっちゃくなってりゃいいのよ。ブスが目立つとかそれ犯罪だから。そんな、私の容姿や仕事ができるできないをそんなくだらないことで否定してくるミキ。仕事って目立ちたくてするわけでもないし、自分が目立っているから頑張ろうなんてもんじゃないですよね。でも仕事は仕事、私は私らしく頑張ろう。私はミキのくだらない考えに付き合っていられないと思い、それからも自分のペースを落とさず仕事をし続けました。ミキはそんな私が気に入らなかったのか、さらにトイレにまでついてきて罵ってきました。ねえパニコさん、鏡見ようよ。そんなんで彼氏いたことあんの？え、ほら目の前にあんじゃん、大きな鏡が。そんな見た目でよく平然と生きてられるわよね。あんた目悪いんじゃないの？そんな、メイクも下手で似合ってないし、服もダッサいし、もうあんたさ、会社辞めれば？てか人間辞めれば？あんたを見るとさ、ほんと心底イライラしてくんだよね。じゃ、ミキにそんなこと言われる筋合いないでしょ。辞表書きなよ。書き方わかんないなら代わりに私が書いてあげよっか。私は辞めるつもりなんてないよ。じゃあこのままあんたが辞めるまでずーっと罵り続けてやるわ。私ブスって許せないの。可愛いは正義よ。あんたは生まれた時から悪なの。ミキは私にそう宣言して戻っていきました。どんどんひどくなるミキの言葉に私の心はもうズタボロ。仕事は辞めたくない。だけどミキにずっと言われるのも嫌だ。
そう思うと私は会社に行くのも嫌になってしまったんです。そして私はついに会社を辞めることを決意。上司や先輩などには止められましたが、私はそれでも会社を辞め転職しました。これでミキとは離れ離れになるし、平和な毎日がやってくる。そう思うと地獄から天国への階段を登っているような感覚にさえ陥りました。そして転職した職場で数ヶ月が過ぎた頃、会社で先輩から告白され付き合うことになりました。付き合ってから知ったのですが、彼氏になって先輩はとんでもないお金持ちでした。当然そんな彼氏をゲットした私の噂はすぐに社内に広まり、そしてやがてあの忌々しいミキが知るところとなってしまったのです。数日後、ミキから電話がかかってきました。パニック、おいしさん、あんた一丁前に人間の彼氏できたんだって？そうだけど。ブスのくせに人間の男騙すなんてどんだけ悪魔なのよ。しかも彼氏すっごいお金持ちなんだってね。なんでそれ知ってるの？私の情報もなめんじゃないわよ。あんたに金持ちの彼氏なんてもったいないから、私が奪ってあげるわ。そんなんやめて。そう言うなり一方的に電話を切られ、こちらから電話しても一切出てくれることはありませんでした。それから1週間後、ミキは本当に私の彼氏を略奪。先輩に突然別れを告げられた私はショックで眠れなくなり憔悴していきました。どうしてこうなるの？それからミキはわざと私の元を去った先輩とイチャイチャする様子を私に見せつけてきました。会社の前まで先輩を迎えに来て腕を組んでいるところを見せられたり、私がランチをしているお店にわざと2人で来たり、私と先輩がデートした場所に2人で行った写真を SNS にアップしたり、私はすっかり精神的に参ってしまい、とうとう心療内科に通い始めました。私は再び会社を辞め、地元を離れ、今度こそミキと離れることにしたんです。知り合いなど誰もいないような遠方に一人きりで引っ越し、小さな会社に就職し、一人ぼっちの生活をしていました。でもそんな私にもまた新たな出会いがあったんです。その頃、全てを知って受け止めてくれた勇気と出会いました。勇気はいつも慰めてくれて、私を励まし元気づけてくれました。勇気のおかげで私はみるみるうちに回復し、以前のような元気を取り戻すことができたんです。そして、パニコ、結婚しよう。え、私でいいの？私でじゃなくて、俺はパニコがいいんだ。俺はこれからもパニコのことを支える。パニコは俺に寄りかかって生きればいい。俺はパニコと一緒に少しずつゆっくり生きていきたいんだ。勇気、ありがとう。よろしくお願いします。私たちは結婚、子供も2人生まれ、家も建てて幸せいっぱい。過去のことはほとんど思い出さなくなりました。そんなある日、私はその日家族で私の実家へと帰省していました。あまり人には会わないようにしていたのですが、やはり地元というだけあり、偶然同級生数人と出くわしてしまったんです。そこで私はミキの現状を聞きました。ミキもすぐに私が帰郷していることを聞いたようで、電話で少しだけ話しました。あの時の勢いはどこへやらというおとなしさで、それだけでも驚いたんですが、私たちは翌日近くの喫茶店で会うことになりました。今更あのミキと会わなくても、きっと誰もがそう思うでしょう。でも実は私の方が会いたかったんです。ミキの現状を聞いて私の復讐心に火がついてしまったんです。立場が逆転したこと、因果応報な結末が待っていたことを、今こそミキに自覚させ、二度と地獄から這い上がれないようにまでコテンパンにしてやろうと思ったんです。翌日、私が喫茶店に着くとミキはもう到着していました。はじめはミキがどこにいるのかわからないほど、ミキは前の姿とは違っていました。私はミキの向かいに座ると、まず鼻で笑ってやりました。あらミキ、ずいぶんシックな装いね。あの頃の下品な服装で来るかと思ってたから、誰だかわからなかったわ。パニコ、久しぶりだね。なーに、その年で歯も何本かないのね。今流行ってんのかしら、部分的に抜歯するのが。はっきり喋ってくれる？せっかく久しぶりに会ったのに、会話の内容がわからないんじゃ楽しめないわ。そうだよね。ねえ、パニコ、あの時は本当にごめん。私どうかしてた。あん
たいつのこと言ってんの？ずいぶん長い間意地悪されてて、いつのことだかわかんないわ。私、彼と結婚したけど、彼の家没落しちゃって、借金まみれになっちゃって、それで彼は遊んでばかりいて。その話聞いたよ。全部聞いたよ。なんかさ、残念な人生ね。ま、お似合いよ。ミキにぴったりの人生じゃない？今になって思うの、因果応報だなって。あら、今ちょうどそう言おうと思ってたの。自覚してんのね。偉いわ、ミキ。そういえばあんた、警察にパクられたこともあるんだってね。随分と人生経験豊富ね。私、あんまりお腹減って、コンビニでパンを、それで捕まっちゃって。捕まった日の帰り、スーパーでおにぎりも盗んじゃって、同じ日にまた。あらな、パンやおにぎり買うお金もなかったの。その辺の野良猫の方がいいもの食べてそうね。でね、今私も苦労してるの。彼が作った借金返しながら生活するの本当に大変なの。だからお願い、助けて。ミキは私に目をうるうるさせながら言ってきました。私はそんなミキを見ながらしばらく黙っていました。でも我慢できずに吹き出してしまったんです。ダメ、惨めってあんたみたいなこと言うのね。私はあんたのせいで昔地獄を見たわ。でもね、そのおかげで今とっても幸せなの。あんたの意地悪で会社も辞めたし、あんたの意地悪でクズ男とも別れたし、あんたの意地悪で病院にも通ったし、あんたの意地悪で誰も知らない遠い場所に引っ越したし、あんたの意地悪で転職したし。でもね、自分の努力でもう一度立ち上がって、新しいところで新しい出会いをして、自分で幸せを手に入れたわ。あんたは私から奪ったもので不幸になった。本当に因果応報ね。それは…ミキは下を向いて震えています。痩せこけた頬に薄くてかさついた髪の毛、しくれだって赤切れだらけの手にゴロゴロの爪、唇は色が悪くひび割れていて、着ている服は明らかに繕った形跡があります。ミキ、あんたが大変なのはすごくわかる。じゃあ、でもね、私はあんたにされたことを忘れることはできない。だからあんたのことを許せないの。あれだけ私を苦しめておいて、自分が困るようになったら助けてくれなんて都合が良すぎるわ。人間としてのプライドまでどこかに忘れてきたのね。もう何でも昔の話でしょ。いいじゃない、助けてくれたんて。あの時あんたから男を奪わなかったら、私はこんな目に遭ってなかったのよ。あんたにも少しは責任あるんだから。でもそれはあんたが選んだ選択でしょ。自分が選んだ道を誤ったからって私に責任転嫁するのはおかしいわ。私の人生にはもうあんたもあの男も関係ないの。必要ないのよ。だから消えて。私、努力しない人間見てると腹が立つの。自分で選んだことなのに都合が悪くなるとすぐ人のせいにするような人、もはや人間以下だわ。そういうやつ見るとイライラすんのよね。貧乏が映るからどっか行ってくれない？はぁ、臭い臭い。さっきから貧乏臭くてたまんないの。貧乏臭くて惨め臭くて、ほんとどうにかなりそうなんだけど。消えろよ、貧乏で惨めな女って。存在するだけで犯罪だから。私はそう言うと、ミキはうつむいてボロボロ涙を流し始めたかと思うと、ギャーギャーわけのわからないことをわめきながら店から飛び出していきました。私は立ち上がり、帰る支度をしながら気持ちがすっと晴れ渡るのを感じました。家に帰ると、ユウキと子供たちが私を出迎えてくれました。ユウキは事情を知っていたので心配そうに私の顔を伺ってきました。大丈夫か？うん、全然大丈夫。伝えたいことを全部伝えたから。そっか、ありがとね。私は守るべきものができたから強くなれたの。ユウキは私の笑顔を見て胸をなで下ろしたようでした。どうやらミキはそれからも借金苦に浮気男に苦しめられながらようやく生活しているようです。きっとまともな仕事も見つけられず、これからも苦労を重ねていくことでしょう。
私は勇気と子供2人と幸せな生活を送り続けていますが、今の生活があるのは勇気のおかげだなと改めて思いました。これからも幸せで楽しい家庭を築いていきたいな。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。